はい、皆さんこんにちは。今日のハイライトのコーナーです。今日の天気は晴れ、気温33度、水温30度。今日は竹富島の南エリアでスリーダイブ楽しんできました。大物狙いのポイントではグルクンがたくさん集まって期待が高まりますが、今回は大物現れませんでした。潮当たりのいいところに住むカスミチョウチョウウオという魚がたくさんいて、これはこれでとっても綺麗です。竹富島の南エリアといえば砂地のポイント、一つ一つのサンゴにデバスズメダイなど小さくて可愛らしい魚がたくさんいます。癒されますね。他にも小さな根には大量のスカシテンジクダイがついています。このスカシテンジクダイバラバラに泳いでるように見えて、よく見るとペアで動いています。この時期は口内保育といって、口の中で卵を育てるスカシテンジクダイがたくさんいますので、よく顔を見てください。口の中に卵があって顔がパンパンになっています。スカシテンジクダイの他にも小さな根にはケラマハナダイなど綺麗な魚たちがたくさんいます。フォトハダイバーにはたまりませんね。この時期の砂地ポイントはどの根を見てもスカシテンジクダイでいっぱいです。キラキラ光ってめちゃめちゃ綺麗です。そして今日はゲスト様のドローン映像をご紹介。小さな根一つ一つがよく見えてめちゃめちゃ綺麗です。青い海も最高ですね。本当鳥になったような気分になりますね。映像提供ありがとうございました。ということで今日はここまで。また次回もお楽しみに。バイバーイ。はい、チャンネル登録、高評価ボタン、コメント、どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。